スは僕の宝、主イエスは僕の命、僕に代わって十字架についた主イエスは僕のすべて。虚しく一人悩み、自分勝手な生き方は野原にさまよう、子羊のよう。そんな時主イエスに会った。主イエスは僕の宝、主イエスは僕の命、僕に代わって十字架についた主イエスは僕のすべて。つだけ言えることは、イエス・キリストが僕に新しい心をくださったこと。主イエスは僕の宝、主イエスは僕の命、僕に代わって十字架についた主イエスは僕のすべて。僕に代わって十字架についた主イエスは僕のすべて。皆さんこんにちは、関根和夫です。ミッションエドクリスチャンフェローシップというところの牧師をしております。賛美ということについて今回依頼を受けて少しお話をしてみようと思っています。もともと教会で歌われている賛美歌というのがありますけれども、賛美歌の歴史は結構古いんですが、一番古くということになるとグレゴリオ聖歌というのがございます。グレゴリオ聖歌というのは無伴奏で、そしてラテン語で歌われている歌、キリエという、曲は有名ですけれども、そういう修道士たちが歌った曲で、まあ教会で歌う、まあ、でも教会で歌うといってもその当時は修道士たちが歌うだけであって、そこに集まった人たちはいつでもいつでも一緒に歌ったということではなさそうです。一般的に会衆がみんなで自分たちに分かる言葉で歌うというのが始まったのはドイツにおける宗教改革以降と言われています。ルターが自分で賛美歌を書いて、しかもドイツ語でみんなに分かる歌を書いて教会で歌い始めた。これがまあいわゆる現代の私たちが使っている賛美歌の土台というふうに言うことができます。で、まあ、ドイツでそういう動きがあって、でもちろんドイツって素晴らしいバッハであるとか素晴らしい演奏家、素晴らしい作曲家がいるわけですけれども、そういう人たちによって素晴らしい優れた宗教曲が作られました。教会の中にも一般的に歌われる曲がどん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 育っていきました。でやがて当然のことながらそれはスイスにも広がり、またイギリスにも
広がりました。スイスではカルヴァンという人が曲を、まあ、ある意味でこうまとめていたわけですけれども、あのカルヴィンは詩編を歌うというのを励ましました。無伴奏で詩編を歌う、これすごく大事なことなんだと思うんですね。でイギリスでは英語ですけれども、これはあの18世紀に入ってからですが、アイザック・ワッツという人であったり、あるいはそのちょっと後にチャールズ・ウェスレーであるとか、ジョン・ウェスレーであるとか、ジョン・ニュートンであるとか、アメイジング・グレイスとかいうのもジョン・ニュートンという人が作ったと言われていますけれども、まあ今の日本の賛美歌の中に入っている曲の中にも随分ウェスレーが作った曲が含まれています。ドイツに行き、スイスに行き、イギリスに行き、そしてその後アメリカに、まあ当然のことながら移行していくわけですね。でアメリカでは例えばそうですね、あのファニー・クロスビーという人はとても有名な人ですけれども、たくさん賛美歌を書いています。聖歌と言われているあの賛美歌集の中にもたくさん彼女の曲が載っています。そんなわけでこう賛美歌という括りで考えると、ドイツ、イギリス、アメリカというそんな流れがあったように思います。しかしそういうことだけではこう物足りないというと言葉がおかしいですけれども、もっともっと時代が変わっていって、コンテンポラリーなもの、もっともっとモダンなものというのが始まったのは1970年代ちょっと前ぐらいからだと思います。それについてはまた次のセッションで。賛美歌がドイツから始まり、
そしてイギリスに、アメリカにという話をさせていただきました。しかしその賛美歌という形ではなんとなく物足りないっていうと言葉はおかしいんですけれども、新しいうねり、新しい流れというのが2つの方向で始まりました。一つは何かというと、その当時非常に、その当時というのは1960年代の後半ですけれども、例えば一般の音楽業界でロックを歌ったりとかフォークソングを歌ったりとか、そういう人たちがクリスチャンになって、彼らが自分たちの表現の一つとして曲を作り始めました。つまりそのロックンロールに乗せて主を讃える歌をとか、そういう感じの曲ですね。おそらく有名な人といえば、ラリー・ノーマンという人が、最近亡くなりましたけれども、ラリー・ノーマンという人であるとか、あるいはバリー・マクガイアという人であるとか、結構有名な曲を書いてビルボードなどでも有名になった人ですけれども、そういう人たちがイエス様を信じて、そして彼ら独自の曲を作り始めました。それが1960年代の後半から70年代の初めです。でもう一つの流れというのは何かというと、1960年代後半に、これはニュージーランドから始まったんですけれども、スクリプチャーソングというのが始まりました。つまり聖書の言葉に音楽をつけてそれを歌うという、働きですね。それがニュージーランドの、デイビッド・ギャレットという人が始めたと言われていますけれども、詩編などの言葉、新約聖書の短い言葉にフレーズ、メロディーをつけて、例えば Seek ye first とかね、 Seek ye first the kingdom of God、 そういう曲とかいっぱい作ったんですね。でそれがニュージーランドから始まって、私はたまたまその頃オーストラリアにいたんですけれども、オーストラリアにもやってきたし、アメリカにも渡って、アメリカではマラナサという名前のレーベルで、マラナサミュージックというのがありますけれども、そこでたくさん、要するにそのプレイズアルバムというのがたくさん出されました。主にカルバリーチャペルと言われるそのグループの人たちが曲をいっぱい提供したんですけれども、同じように聖書の言葉に音をつけてそれを歌うという流れですね。一つはコンテンポラリー、モダンなロックシンガーが自分の表現で歌を作るという流れと、聖書に曲をつけてそれを歌うという流れが始まりました。で俗に言うそのプレイズミュージックというのは、この流れの、つまり聖書を歌うというその流れの その先にあるわけですね。アメリカで、マラナサという、マラナサだけではないんですけれども、インターグリティとかいろんなグループといいますか会社があったりして、発表されましたけれども、イギリスでもグラム・ケンドリックという人が同じようにさまざまなその自分の言葉で表現する神を称える歌を作り始めました。でその流れの中に実は日本も当然のことのようにこう乗っていくというか、そんなことになるんですね。それはまた次のセッションで。続けよう。
賛美歌がドイツ、イギリス、アメリカで始まり、そしていわゆるコンテンポラリーといわれる現代風のロックシンガーが自分の表現として曲を作り始め、そしてそういう中で、クリスチャンになった人たちが聖書の言葉にメロディーをつけて歌い始めるというその流れ、そんな話をさせていただきましたけれども、その流れが当然のことながら日本にも日本の教会にもやってきました。まあそういうことの前に実はそうですね、やっぱりこれ60年代の後半ですけれども、山内周一という方がおられましたが、彼が中心になって友よ歌おうというそのシリーズを、たくさん出しました。日本人が作った曲で主を称える歌、あるいは伝道メッセージのような歌がたくさんあって、それはあの教会の中にどん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 入っていきました。実は私が大学生の頃、まだ日本の教会ではギターがあまり歓迎されていませんでした。ですからギターで曲をやりたいというと、どんな曲をやるのか私の前でやってみてごらんって牧師に言われるような、そんな時代だったんですね。でもまあそういう中でどん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 こう外国からそういう音楽が入ってきて、そしておそらく一番こう華やかなって言いますか、始まり方というのは小坂忠さんがクリスチャンになってミクタムというレーベルを作り、そしてそれこそ日本中で、コンサートを開いて、そしてそこで本当に新しい主を称える歌というのを作り発表し始めました。私は実はそのミクタムの出会いのコンサートというのがあったんですけれども、その最初からずっと司会とそのコンサートの中での短いメッセージをさせていただきました。それこそ日本中を行き巡りました。そして小坂忠さんと岩渕誠さんがしばらくこうペアになってといいますか、組んで、コンビでですね、いろんなところでコンサート開いたわけですけれども、でもそういうところから始まって、ただそのただ個人がということだけではなくて、大きなうねりとなって、本当に主を称える歌の重要性というのが教会の中で見直されるようになり、本当に誰が作ったとか誰が有名だとそういうことではなくて、主を賛美する、主を称えるということの大切さが再認識されて、もちろん日本で賛美歌もまだ使われていますし、聖歌もあるいは新聖歌も新賛美歌も使われていて、それはそれで素晴らしいことなんですけれども、でも自分たちもっともっとこう今の自分の心にぴったりするような言葉で歌われる、そういう曲がたくさん出てきたことは素晴らしいことだと思います。そういう意味で小坂忠さんたちの働きは草分けの時代を作ったといいますか、本当に初期の頃の働き手としては本当に重要な役割を担ってきたんだろうなと思います。でその後さまざまなクリスチャンアーティストが出て、まあ、だからこそこの CGNTV でも、賛美についてのいろんなアーティストが、ね、登場して歌ったりしてくださってるわけですけれども、この働きはですね、止めちゃいけないんだと思うんですね。神様の働きが顕著なところには必ず新しい霊の躍動があり、そこには必ず神を称える歌があると思うのです。ですからぜひこの番組を見てくださっている方々、皆さんのそのグループの中で新しい歌ができたら素晴らしいなと思うし、皆さんの心の中に新しいメロディーや新しい歌詞が生まれて、神様って嬉しいな、素晴らしいなという、そんなことが表現できたら本当に素晴らしいことだと思います。そしておそらくこれから日本から外国に向かって提供できるような楽曲がどんどんできていいはずだと思っています。賛美の歴史って決してこれ終わることはないんだと思うんですね。賛美の歴史が終わってしまうと、それこそクリスチャンの元気がなくなってしまうということになるんだと思うんです。ぜひそれぞれの場所で神を称える歌を歌い続けてもらいたい。そしてぜひぜひ昔の歌、もちろん昔の歌とっても大事なので、大切に保存することは重要ですし、楽しんで歌うことは重要なんですけれども、新しい歌もまたぜひ作り続けてほしいと思います。神様の祝福が豊かにありますように。上に
注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ私は祈ります。 God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God be with you. 神の見守りがいつでも注がれますように、あなたがどこにいるとしても、何をするとしても、いつでも神様が私は祈ります。 God be with you, God be with you, God be with you, God be with you. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you.God bless you, God bless you, God bless you.